動画を見るときは、部屋を明るくして、画面を見続けすぎないように、注意しようぜ。ん、今回の主役は私だって、一体何が起きるっていうのかな。スタートのショテリアかな。とりあえずスタートのところに行ってみたらええんとちゃう。スタートの所定ということは何か不思議なことでもやるんじゃないかな。多分あれだ、ピーターっていう役職なんじゃないか。スタートも噂になってるピーターに割り当てられたんじゃないか。でもピーターってどういう役職なのかは全く知らないんだけど、こんな状態でも大丈夫なのかな。得体の知れない存在とかやってこないよね。大丈夫、邪魔者は排除するぜ。主役を徹底的に引き立ててやらピョンタプロデューサーからの以下のお願いを確認の上、この動画をご覧ください。あのようなことがあったけど、ピーターって何の役職？もともと、ピーターはアニメ時で登場した、サンタシップのハンドベルの執行官。2000年のサンタシップも含めて、安定してハンドベルを握りたいんなら、ピーター狙いが一番なんやけど、あいにく、ピーターはランダムで選ばれる役職やから、よっぽどのことがないと、ハンドベルを確実に握れるようにはなられへんて。まあ、そんな甘い話はないよね。グラちゃんじゃないんなら、ランダムじゃなくてもいいはずだけど。ただ、天雷勇者アタリアと、ランダムで選ばれるところが、各バトラーそれぞれ特定の条件を満たすと、ピーターとしての役職を発揮するんや。そして、DH21、今回君を呼んだ理由も、俺のピーターの役職の条件に君自身が絡んでるんや。私がスタートのピーターの条件に？ドラグーンの運用当日、君が9020蛍光騎車と組んでたら、その私はピーターとして君臨するで、ミーナやクミコでもピーターの条件を満たすで。せっかくだから、サユリストを召集するのもいいんじゃないかな。あと、言い換えると、日光やニコリンが出てきたら、スタートはピーターとしての役職を発揮できないってことだから、やっぱ日光はサンタシップの観点だと、ものすごく迷惑な存在なのね。スターフルーツが始動するまでは、音の木の悪用を防止するために、ピーターを狙うことが推奨されている以上、君には回数運用をしくじることなくしっかり決めてもらいたいんやけど、運が悪いと9020ケースら組ませてもらえない状況も大いにあり得るから結構厳しいわな。確かに、せっかくの回数運用なのに VE としか組めなかったというオチもあるよね。それで今回君を呼んだ一番の理由やけど、何まさか日光とニコリンが同時に出てきたわけ？最近かなり悪臭がするから、あの問題児たちが暴れてるんじゃないかと思ったんだよ。
それが今回見事にピーターの役職になっちまったんや。何の編成と組んだんかはさておき、うまいこと9020蛍光汽車と組めたんやな。ちなみに視聴者の諸君よ、9020蛍光汽車は照明が剥き出しなのが特徴やで。この照明は軽版なの7020系から採用されたんだ。それよりも今回のダイヤ変更は日光とニコリンの匂いがきつすぎ。これ運が悪いと事前に危惧してた日光やニコリンの三連ちゃんもあり得る話やないか。しかしこの線は本当にあるのだろうか。さて現場の方やけど5821が組んでたんは9030やな。9030もよう来ることやけど、それ以上に変な転生が起きたぜ。なんか中間の4両だけ浮いてたぞ。なぜかパンタがシングルアーム。これはヒノトリモス戦がなかったね。パンタの向きが違うから。ヒノトリもパンタはルーナも車両と同じで向きが揃っとるわな。続いて、ところ変わって西九条駅、パンダ黒潮が元気に走ってる中、ターゲットが続々とやってきたで。これって環状運転が始まって60年ってこと？昔は両東線と西成線に分かれてたのが、1961年に繋がって今の大阪環状線になったようやな。環状運転が始まったのは1964年。新生駒トンネルと同じ時期やな。東海道新幹線の開通とか、昭和の東京五輪もあって、1964年は来躍進の1年やった。さて、もう一つのターゲットがやってくるよ。おっと、まんまみんなな男が来るようやな。音の気にとっての気温がな。東海道列車、ユニバーサルシティ方面、桜島行きです。ピーターの雪が舞ってきたということは、ここからは月鉄川の攻略ってことね。月鉄川のピーターは特に夢路で幅を広げてるんや。夢路ではピータープランタン中バトラーもおるけど、初期のピーターとしての役職はピータープランタンただ一人やった。とりわけさっきのアイキャッチのようにピーターの時の夜はこうなるんや。2021年も神戸ルミナリエは実施されへんから、ピータードラグーンは今度のクリスマス会の主役が予感されるんや。っていうことは、私が階級運用でしくじったらクリスマス会が日光やニコリンマーニャに汚染されるってこと？だからクリスマス会の時は何としても9020系の後期車と組んでくれ、頼む。クリスマス会が汚染されたらスタースループは失敗してまうかもしれへんのや。
それもそうだけど、普段のピーターとしてのスタートってどういう運用になる？どうせ気球船も使うなら、気球船に乗ったマーニャをピーターで引率するって手段もあるんじゃない？ニャーってなったけに猫耳マーニャでね。5821、察しがいな。普段のピーターとしての運用は気球船の引率がメインなんや。それで君の言い分はマーニャに汚染されるくらいやったら、逆にこっちがマーニャを操るっちゅうことやな。せやけど君が急戦20傾向記者と組まんと、その作戦も実行できしんで、まあご先生おるんやったら1ヶ月強も急戦20傾向記者と組まれへんちゅう事態は恋道入り戦限りあらへんやろ。そういう運用だから、めいめいにはピーターフライヤーとかいろいろ考えてたんだぜ。ちなみにピーターエクスプレスが本来の名称なんやけど、俺の場合やとドラグーンでの運用時に君が9020系と後期車と組んでたら適用されるから、ピーターのドラグーンちゅうことでピータードラグーンって呼んでるんや。まあ勘違いするバトラーはまずおらんだろうけど、姫路セントラルパークの観覧車ジャイアントピーターからピーターって役職と運用がついたわけじゃないぜ。そういえば姫線の観覧車にはそのような愛称がついてたわな。何の因果関係もあらへんのに、偶然にもピーターとゴンドラつながりになってもうた。名称を考えてる時には全く気にしてへんかったんや。何せこのピーターエクスプレスはカノン革命における新規タイトルやし、これまでの新他国王の計らいの中で一つだけ逸脱した行為として、音の木を大阪万博より後でも使いたいっちゅう考えが強くなってきたんや。確かに音の木はものすごく運用しやすいし、まさに見劣り環状線のために登場した奴らと言っても過言じゃないぜ。こうなると音の木を活用するのに障害となる問題点があまりにも多すぎるのがボトルネックね。スターフルーツの指導は音の木を最大限に活用したいっちゅう側面もあるんや。ついにスタートの本気で音の木を最大限に活用したいと意思表示をやりおった。つうてもスタートやたらのパラ吹き止まりなんやけど、実際セイコトレインとなってから音の木の音楽を全く聞いてへんくらいやし、ただのキャラ好きとしか思われてへんのはあながち間違ってへんで。パルナス屈指のサディストのスターアクトとド M 向けの J-POP とでは最悪の相性だし、さすがにこればかりはどうしようもないね。これで音の木に関して引っかかることが解消されそうやぜ。短所はドレミファ学園と比べてシナリオが重いってところか。あと音の木が防花札屋に進出したがらない要因もよくわからねえ。何か妨げるような事情ってあるのかな。俺も月級でなぜ音の木は防花札屋に来ないのかってタイトルで特集しようか考えてたんや。せやけど肝心の原因や事情がわからへんからどうにもならへんのや。推測とか予想妄想なんて誰も聞きとうないやろうし。昔と違ってアニメでイコールボルピーチューブ式が通じへんかな。今ではこっちもかなり強気の体勢で構えてるで。ハルリスとも制圧した今、音の木も制圧してキャラクター指導も年貢の納めの木や。こうやって見るとこのピータードラグーンの登場はいよいよカノン革命が始まるって瞬間だよね。これでいよいよ赤田組、月鉄、パルナス界隈、新他王国も大幅に変化が期待できそう。カノン革命が終わった時にどう変わったのかも注目やな。ノーマルアットが2010年に夢見てたあの革命を実現させる時が来たぜ。秒も戻らない都会の針を
ピーターって、よくよく考えたら、キャラクター市場における一種のライセンスね。スターフルーツの構造が再び出てきたのは、間違いなく、スターアットがピーターになったからだよ。ということは、音の木もピーターになったことで、スターフルーツに参加するかもしれないってことかな。後の世代でもいいから、ぜひともスターフルーツに音の木も参加してもらいたいところね。